よし、じゃあいきます。はい、まあ決勝まで来たんで、なんとかここは甲子園行きたいなと。はい、前回ね完全なる負け試合だったんですけども、まあまあまあなんとかどうにかこうにかね魔物を駆使してなんとか勝てました。はい、おまけだと思ってね頑張りたいと思います。池上、よし行こう。ピッチャー陣のちょっと様子見たいけど、調子まあまあまあいいや。さあ、むつ商業、あれこれ強いとこじゃない？そうでもなかったっけ？強いとこじゃないの？憧れの全国大会へひたすら勝利を目指します。うーわープレイボールです。うーわノーアウトランナー、マジかよ。池上、マウンド上は宮田、マジかよ。セーフになれ、セーフになれ。また送球もすごいね。お、1点取った。先行チーム、流し打ち、全然飛ばねー、全然飛ばねー。くっそー、でもチャンスは作れてんな。倉林全然打てないからな。転がせ、お前アベレージついてんだから自信持って行ってこい。お前自信持って、そういい打球は行ってんだよな。いい打球は行ってんだけど、転がせ、転がせてはいる、転がせてはいるが、いまいち。さあ今のところピッチャーを抑えてくれてるけど、必ず向こうにチャンス来るからね。いわゆるこっちのピンチなんだけど、ピンチ来るから。さあ打てないね。あー、もうこれだけチャンス作ってんのにさ、チャンスものにできてないから、チャンスものにできてないから絶対向こうに流れ行くんだよな。流し打て。さあお前のバッテリーも1点取ってみ。そう、見逃しはダメだ、見逃しはダメ、見逃しはダメ。うわー、これはひどいな。でも7本ヒット打ってんだよね。うわ、最後まで来ちゃったよこれ。ピッチャー変える、山根。もうじゃあいつもの必勝パターンでこのまま逃げ切るよ。じゃあもう、よし、八つ使って先頭バッターを抑えよう。うん、よし、オッケー。あらー、よし、先頭取るだけでだいぶ変わってくるでしょ。オッケー、岸、さあこれしびれるな。これ抑えろ山根、抑えろ。よし、いやまだわからん、まだわからん、最後の最後までわからんぞこれ。抑えろ、よし、よし、やったー、よし、2回目の甲子園ジャイアントキリングだこれ。 A のチームに勝った、魔物なし。まあ僕は何もしないけどね、1点取ってくれてそれ守りきったわ、よかった。あれだけ再三チャンス作っといて、本当にねピッチャー陣の2人に感謝ですねこれ。うん、頭上がらんわこれ本当。さあ2回目の夏はね、2回目の甲子園、前回のねチーム本当悔しい思いしたからさ、このチームで甲子園決まってよかったわね。タバコとかね、不祥事には気をつけてくださいね。タバコとか暴力、万引き、はい、気をつけてください。
はい、オッケー。実況は私、堂前秀夫でお伝えいたしました。はい、どうも。よし、甲子園。甲子園はね、まだ2回戦までしか行ったことないから、ちょっとね、それ以上行きたいね。まあ、目指すとこは優勝ですけどね。よーし、久しぶり。オッケー、強豪校。オッケー、久しぶりの強豪校も、だ、復帰。99、オッケー。よし。やっぱほんとね、何度も言うけどピッチャー陣に助けてもらいました。ピッチャーの2人ね、うん、助けてもらいましたわ。はい、さあ、さらなるパワーアップを目指して、この合宿ちょっとやっていこう。オッケー、まあピッチャー陣まだ威圧感ついてないからね、威圧感つけれるチャンスあったらつけたい。うん、 OK。 OK、 バント。オッケー、重い球、尻上がり。ああ、1年生、ああいいね、山根威圧感。よし、これいこう。マッスラ伸びし、ダメか。ああ、ダメそうだね。まあしょうがない。マシンガンノック、2年生に守備職人つきそうだな、これ。これやってみようか。どうだ、高速チャージ。オッケーオッケー、角だ。いやー、ちょっと待て、これどえらいことになりそうだぞ。これ1年生っていうか2年生か、みんな内野守備職人ついてんね。これ倉林もそうだし、こいつサードにコンバートさせる。せかいまいち守備力追いついてきてないから、だから角田をね、このこいつセカンドに移せばさ、最高の内野陣が出来上がるんじゃないかな。うん、どうかな、ちょっと8月ちょっとそうしようか、コンバートしようか。これどうしようかな。うん、コンバートしてもいいよな。レーザービームじゃあつけてやろう。来ないか。ホーム刺繍キャッチャー、うん、ちょっとこれやろう。来い、誰も来ない。来た、強打者丸。うん、強打者丸だよね。オッケーオッケー。どうしよっか、やるんだったら今なんだよな。倉林、こいつちょっと守備追いついてきてないから、でもな、守備 D まで来たんだよな。誰だったっけ、角田まだだもんね。うん、これで勝った、いいや、このまま行こう。変えるとしたら秋の大会行こうかな、早くてもこの大会終わってからかな。うん、そうしよう。医学、請求、ミートパワー、守備力、
総力、総力、パワー、ミートだな、ミート、ミート、肩、パワー、補給、これ C まで行くな、これ。守備力、総力、肩、ミートパワーに持っていきたいよね。でもショートでしょ。まずミートパワー、まずは諦めるか。秋の大会ちょっと目指して補給と守備を C まで持っていく。あわよくば肩も C まで持っていきたいけど、うん、そういう感じかな。補給アップ、ミートアップ。やっぱ試合大会中はすごくたね、能力伸びるね、これ。ミートアップ、パワーアップ、総力、総力、総力、 OK。 はい、よし、最高。まずは初戦、まずは1個勝ちたいね。1個勝ってからその鬼門の2回戦をちょっと、うん、腰を据えて挑みたい。オッケー、よーし、いくよ、もう一気にいっちゃおう。オッケー、いやー、おお、結構上がるな、おい。菅沼、オーダー変更。うわー、これじゃ使えねえよ。161キロまで伸びたの、いいけど使えねえよな、これじゃ。まあちょっと短いイニングでも投げてもらうか。いけるところまでって感じ、行けるところまで頑張ってもらう。オッケー、よし、こわ、もうね、大事な初戦が桜農業千葉農業高校か。第1試合の模様をお届けいたします。はい、ゴー。青森代表強豪高校チーム、三塁側千葉代表、はい、お願いします。桜、憧れの舞台でひたすら勝利を目指します。ご覧のスターティングオーダー、経験すげえ、早速1点取られてるし、甲子園ってやっぱこんなチームばっかなの。めっちゃ強いんだけど、くっそれで2アウト、ランナーありません。それでピッチャーの調子が、お、1点取った。ピッチャーの調子が悪いときたもんだから、すごい、1点取ったよ。どうやって1点取ったんだろうね。さあ転がしていこう。そう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 、もうこれしかできないからね。よっしゃ、いけいけいけ、これしかできないからね、うちはもう本当。よしよし、これしかできないから、うん、このパターンしかないからね。さあスクイズするか犠牲フライするか。犠牲フライ1だな。じゃあスクイズいこう。よし、決まった。オッケー、よしよしよし、徐々に徐々に徐々にだけど、こっちのペース持ってきてるんじゃない。落ちてくれ、落ちない、セカンドフライだ。くそ、あー来たね、向こうにチャンスが。いけるか、同点まではちょっと投げてもらってもいいかな。それでも155キロ出んだもんね、これ。うわー、完璧打たれた、真ん中ど真ん中。ダメ、交代、交代です。はい、ちょっと予定より早い、予選には、今での予選にはなかった
系統だけど、これはちょっと調子悪いから頑張ってもらう。うわー、ショート追いつけなかったか。あれ攻めて取ればね、取ってくれれば1、2塁で抑えられたんだけど、よしゲッツ、よしオッケー、よくしのいだよくしのいだ、オッケーオッケー、この辺はやっぱ守備期待できたおかげ。うわーライト、うわー落としたか、くっそーくっそあーもうこれ強心臓使う、うわーくそ1点入っちゃった。まあいいまあいい、まだ1点、まだこっから魔物要因どうなってるかな。さあノーアウトランナー一塁、おチャンスよ、走らせたらどうなる、走らせたらどうなる、カタビーかー、ダメだな、そこ大事に行きたいよね。バントしてきた、キャッチャー取った、一塁へ送るヘッドスライディング、オッケーオッケー、ここは及びます。さあ倉林、倉林お前が点数を取るんだ、うわうわ、よっしゃ落ちろ、落ちた、レフトバックホーム、いいぞ。さあスクイーズ行くか犠牲フライか、犠牲フライこれにかけるか、いやー打てそうもないか、うわースクイズだったなーこれ、くースクイズだったなー、守り子、うわくー7回の裏が終わりまして、うわ1点取られてるし、あーあー完全にミスター、やっぱスクイズだったな。いやスクイズやったからって確実に1点入るとも限らないんだけどね、うん限らない、全然そんなことはないんだけど、くそー、とりあえず1点差に追いつきたい、連打で、うわーまた守備もうまいからねこのチーム、敵さんは。さあ最後目いっぱい投げて、目いっぱい、そうそうそう、よしこれは大丈夫でしょ。意外と流されたなおい、足あるから追いつけるかなと思ったけど普通に左中間真ん中だったね。よし OK、 ふぅ、いやいや先頭出りゃ分からん、先頭出りゃ分からんよ、うわやっぱ7回だったか、やっぱ7回だったか、頼む出てくれ、つないでくれ、うわー頼む頼む、うわあ、くあ、危ねえ。よし、うわあ、ああ、ああ、ああ、甲子園は甘くないな、本当。
いい試合はできるんだけど勝ちには持っていけないね。本当に持っていけない。持っていけないね。いやー、噛み締まりします。タルタン純にあの信頼度上げたいっていうだけなんですけどね。あー、くっそー、悔しいな。はい、もう典型的なあの取るべきところを取らないと勝てないっていう試合でしたよね。前半は結構チャンス作ってたんだけど、ランナー出してね。でもやっぱあのぐらいのチーム相手にするとね、よくて取れても2点3点多く見て4点、やっぱその辺なんでしょうな。あ、やば、8月15止まるの忘れた。まあしょうがないな、もう来ちゃったから。まあしょうがないよね。まあよし、もう一回ね、今度は春の選抜目指して行こう。選抜目指してね。誰、今村くん、フリー打撃、まあここからまた新チーム、そうだ、オーダー組み替えないと。宮下をなぜ3番に入れる、そんなに、いや、まあミートパワー D だからっていうのかな、多分。とりあえずエースは宮下で行くの。まあ球も速いからか。宮下、岩間、岩間もなかなかいいでしょうよ、こいつ。内山ちょっと遅れてんだよな、練習が。だからほとんど宮下、岩間をうまく使っていく形になるかな。内山は短いイニングだけって感じ。倉林1番、まあこれはこれでいこう。ちょっと能力低いけどね。まあ適当だけどね。さあこの守備どうしようか。こいつセカンドに持ってくるか。どうしましょうかね。でもまあ守備 D だから、まあ、補給いいか。ちょっとまだこのまま行ってみるか。まあこういう感じ。はい、OK。 さああっという間に9月だね。9月、はい、 OK。
くぞ行くぞ。球速、岩間も球速行こう。なんか一つ覚えてほしい。これ。うん。カーブ方向。正規受け、スタミナ。肩。総力、総力。どうしようかな。倉林、これで補給先に行くか。補給。いやでももうすぐ大会始まるしな。うん、すぐ大会始まるだろうし、これ悩むね。肩行くべきかな。悩むな。肩行こう。うん、肩行こう。守備、総力、補給は OK。 守備力、補給、ミート、総力。倉林一番でも大丈夫かな。 F だぜ、 F。 ちょっと下げるか、打順下げよう。1番今泉、2番ビート、3番上石、まあこういう感じで行こう。いやアイドル寄りたいんだけどな、寄れない。さあ強豪維持したいよこれ。強豪は維持したい。オッケー、まあまあ当たりとしては悪くないんじゃないの。さあちょっと時間も迫ってきてるけども、ちょっと行こうか、このままこの流れでね、ちょっと行きたいね。 OK、 行こう。よし、あー倉林来ちゃったか。じゃあ倉林、こいつはもう信頼度高いからこれで行くしかないよな。ビート3番。うん、まあこんな感じで行くか。OK。さあ、どうだ？さあ、どうだ？第1回戦の模様をお届けしてまいります。一塁側、高校チーム。三塁側、ねぶた。拍手に送られて、守りに散っていきました。はい、来た D。 これは勝ちたいね。まあこっちもそんなに強いチームではないんだけど、まあ勝ちたい。くそー、やっぱ F じゃ打てねえか。パワー不足だよね。せっかくのアベレージヒッターが生きてこないっていうか。うわ、2点取られてる。よし、あーほらこれもちょっとね、打球に力がないかな。2点取られてる。よし、マジかよ、今抜けたかと思ったのに。くそ、うわ最悪だこれ、最悪だ。うわ、
高校チーム。くそー、うわー、流し打ち、オッケーオッケー、流し打ち取ってこれで3アウト、チェンジ。ちょっと散々ランナー出してんだけど勝手に2点取られてるしな。もう、うわー、もう何もできない、何もさせてくれない、くそ、何もさせてくれないぞ。OKオッケー、来た。さてどうする。さあ、持ち前のクセモノぶりを発揮するのか。セーフティーバント行くか。セーフティーバント、うわー、間に合ってくれ。くそー、 D ランクのくせに。うわー、もう信頼度なんでこんな低いんだよ。さあ、相手投手を威圧して二塁タッチはセーフ。よっしゃ、センターバックホーム、いいバッティングを見せました。よし、よし、盗塁いいか。キャッチャーは2、3塁にしたいのよ。ここ肩 D か、あー、ちょっとどうしようかな。2、3塁にしたいんだ、ここ。ダメだ、動けないな。ダメだね、ほんと。ほんとダメだな、ね、行けよ行けよ、もうくそー、セーフになれ、セーフになれ。ああ、くっそー。さあ、お祭り男の本領、ショート右へのゴロ、ショートから一塁送球。うわ、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは1年、また落ちんのか。あ、なんだっけ、中堅に。うわー、ここは意地を見せてほしい。うそだ、何もさせてくんねえ、ほんと。さあ、持ち前の強心臓が力、何もさせてくんねえ。よっしゃ、とりあえず出た。稲垣ナイスバッティングです。今日これで4打。さあ、お祭り男の本領を発揮することができるのか。何もさせてくれない試合だな、これは本当にな。打ちました、おっしゃ、くそー。一塁タッチセーフ。あー、終わった。あー、チーム初戦で敗れてしまいました。残念ながら1回戦で散ってしまいました。くっそ、嘘だろう、もう。こればっかりはね、僕が操作してないところでちょっと2点取られちゃって、その後点数取れない、こんな。うわー、もう、うわー、ショックだ。また白土に戻ったわ。あー、くそ、ダメだね。もう一回鍛え直しだ、この冬。うん、もう一回鍛え直します、ピッチャー中心にね。
はい、頑張ります。というわけで今回ここまで、ご視聴ありがとうございました。